ミネザキ部屋は、かつて、日本相撲協会に所属した、二所の席一門の相撲部屋。1986年9月場所限りで引退し、その後は、離れ駒部屋の部屋付き親方として、更新の指導に当たっていた年より、七代ミネザキが、1988年12月に、離れ駒部屋から、分家独立して、東京都練馬区田原にミネザキ部屋を創設した。 伊勢の海部屋、春日ガ部屋、中村部屋と共に、長らく外国人は入門させないという方針を取っていたものの、2006年3月に、青森山田高校のモンゴル人留学生、東川が入門し、部屋初の外国人力士となった。2012年4月に、同じ二所の席一門に所属する、花籠部屋が部屋の経営難を理由として、同年、5月場所後にも、 ミネザキベヤと合併する方向で調整が進められていることが明らかとなり、同年5月場所後の同年5月24日に開かれた日本相撲協会理事会にて花籠部屋のミネザキベヤへの九州合併が正式に承認され、同日付で15代花籠ら花籠部屋の所属年寄りや力きら13人がミネザキベヤへ移籍した。部屋の創設以降、 叩き上げ力士の育成に力を入れながらも、地部屋の生え抜きとなる関取は、育っていないまま、花籠部屋との合併により関取経験者の表しが、所属力士に加わり、2012年9月場所での、最重量昇進と同時に峰崎部屋から、初めての関取誕生となった。表しは2014年5月場所で新入幕を果たし、峰崎部屋から、初めての幕内力士にもなった。 七代峰崎は2021年5月に65歳となって日本相撲協会を定任退職するため、同年4月1日の理事会で峰崎部屋閉鎖が承認され、七代峰崎、所属力士5人、行事、3代木村銀次郎は、柴田山部屋へ、15代花籠と、行事、木村幸之助は、高田川部屋へ、行事、木村和馬と、呼び出し、広行き、 同、正男、常山床山ゆかは、西岩部屋へ転属することになった。前頭所属力士が2017年9月から2018年1月に、渡り、当時同部屋のニ二段力士だった男性に、再三暴行を加えたとする事案が、2018年3月18日に、日本相撲協会から公表された。加害力士は、同年3月場所9日目以降の出場を辞退し、 同年3月29日には、日本相撲協会から翌2018年5月場所の出場停止処分を受けた。大正時代に一大勢力を築いていた小車部屋が、後継者をめぐる争いを起こしていた際に、当時峰崎を襲名していた、行事、初代、木村銀次郎が一時期力士たちを預かり、峰崎部屋の看板を掲げていた。しかし、しばらくして、親方は死去し、 力士たちは再興された小車部屋に戻った、白井は領事の一頭と、片尾並部屋を経て、伊勢の海部屋に預けられた三、伊勢全七の一頭とに分かれていった。ありがとうございます。